はい、というわけでこんばんは、田中でございます。今回はですね、前回に引き続き100年前のカメラをカスタムしていこうと。その第2段階目。前回はですね、ボロボロだった表層を剥がしたらですね、こんな風に錆だらけだったやつを綺麗に磨いてですね、ピカピカの鏡面仕上げにしたということやったんですけども、こうしてね、写真撮ってみたらなんかちょっと物足りないなということで、今回はここからさらにですね、世田谷ベース的エイジング加工をしていこうという回になっております。で、こちらのカメラはですね、おそらく1930年前後に作られたと思われます、北斗レンダーのベッサという 120mm フィルムよりもさらに一回り大きいフィルムを取り扱うカメラで 105mm の F3.5 というのがついていました。で、こちらもですね、ジャンク扱いで送料込みで2500円ほどで、一応ですね、遊びのメインはですね、このレンズを外して現代のデジタルカメラ α7IV で動画を撮影してみようということなんですけども、その前にですね、こちらの方を修理したりカスタムしたりして遊んでみようということなんですけども、ちなみにですね、蛇腹カメラってこんな感じで蓋を開くとレンズが飛び出してきます。で、面白いのがですね、このレンズのところにシャッター機構がついてまして、シャッタートリガーを引きますとレンズの中のシャッターがカシャってなるんですね。そういう風な古いカメラなんですけども、さすがに中を開けますと結構錆びてましたね。そしてこの錆だらけのやつをリューターで綺麗に削ってピカピカにしたんですけども、これをですね、エアガンなんかを黒染めっていうんですかね、黒いんですけどもちょっと青っぽく光るような感じに仕上げるブルーイング液っていうのがあるんですけども、こちらの方で使い込んだ感じの色にしていこうということをしていきます。で、僕が買ったやつはですね、漬け込みタイプって言ってね、ちょっと薄いんですかね、そういうやつなんで、一回ねちょっとこう拭くぐらいでは軽く色がつく程度でした。で、これをね磨くといい感じのグレーの感じにはなったんですけども、せっかくなんでね、もうちょっとつけてみたらどんな風になるか試してみようかと思います。で、これがですね、たっぷりつけたらこんな感じにね、ゴテゴテになるんですよ。えらいもんですよね。で、これがですね、吹いたらねほとんど取れちゃうんですよ。ですんで、こういう風にこう多めに塗ってびっくりするぐらい反応させておいてですね、ある程度取れそうなところはもう拭き取って、そっから爪研ぎとかね、金属磨きなんかで磨いていきます。で、磨いていきますとこんな感じで薄くなっていくところがね、なだらかにこうボケていくっていうか、グラデーションにならないで結構ね剥げた感じになるんですよね。ちょっとそれであんまりこうギリギリまでは磨けるような感じじゃなかったんですけども、一応これで完成させてみました。こんな感じです。どうでしょうか。一応ですね、真ん中の開閉扉と縁の部分はピカピカのねメタルの感じを残しておきました。思っていたようなねグレーっぽくはならなかったんですけども、所さんからいただいたエアガンの渋々な感じ、それにはね結構近づきましたね。ですんで、これはこれでね、やってよかったなと、面白かったなという感じやったんですけども、ただちょっとね、失敗とは言いませんけどね、よくよく考えてみましたらですね、一応ね古いものをきれいにはしましたけども、古いものを古めかしくしたわけですよ。ということは、そもそも古いものが古めかしいということになりますよね。ということは普通と。そりゃそうですよね。普通ですよね、それね。古いもんが古めかしいってね。いや、そりゃいいんですけどね。ちょっとそういう加工をしてみたかったんでいいんですけども、所さんもヴィンテージメタルなんかはもうサビサビのやつをピカピカにされたり、逆に新品のやつをエイジングして古めかしくしたり、年季が入った感じにするわけですよね。いや、そりゃそうですよね。それが面白いですよね。そこで止めておくのが面白いですよね。これがね、気に入らなければもう一回磨けばね、ピカピカに戻せるんですよ。ピカピカに戻せるんですけど、ピカピカにするのはね、もうそれはそれで遊んだので、こっからさらに次のカスタムをしていきたいと思います。で、前回はですね、このグリップのところは革張りにしたので、なんか違うやつないかなということで、今回は和紙を貼っていきたいと思います。以前にもね、一回エアガンのグリップにね、和紙を貼ってみたことがあるんですけども、その感じでね、今回もちょっと和紙を貼ってみようかなと。で、この和紙がですね、なんかお菓子を包んであったやつをやったと思うんですけど、こんだけしかないんです。まあまあ、ギリギリですけども、まあ足りるかなということで、これを使っていきたいと思います。でね、一応和紙ってこう、カッターですごい切りにくいんですよ。繊維質がこう、刃についてきちゃうっていうかね、ぐにゃってなっちゃうっていうかね、そういうのがありますんで、カッターの刃を折って、ちょっと鋭くしておいて作業しました。で、和紙とか紙ってね、糊をつけると伸びちゃうんで、きっちりのサイズで切っても合わないんで、まあ、大体の大きさで切っていきます。ちょっと大きめにね。で、今回は木工用ボンドに少しだけ水を足して、ゆっくり乾くような状態にして使ってみたいと思います。油性のボンドはね、早く乾きすぎてちょっと作業しづらいんで、こっちを使ってみました。このぐらいならね、弾かないでちゃんと塗れました。とはいえね、塗りますとやっぱり乾いていきますんで、乾いてしまわない程度に作業できるような面積で貼っていきます。で、ここでね、カッティングシートを貼るみたいにこう、擦りますとね、和紙が伸びてシワになっちゃいますんで、伸ばさないような感じでトントンと押さえながら空気を外へ出していくような感じで貼り進めていきます。で、カーブとかね、凹んでるとこはですね、ブラシ的な筆でですね、トントンと押さえて形になじませていきます。結構ね、和紙が伸びますんでね、馴染んでくれます。そしてまためくって、ボンドを足して貼り進めていきます。でね、和紙を少し大きめに切ってありますんで、縁は切っていくことになるんですけども、この切るところはですね、ちょっとこう、ボンドが染み込むような形で最終的には硬くなるようにしておきます。じゃないとね、切りにくいんですよね。こうしておくと切りやすくなります。ファインダー部分のカバーにも、まあちょっとの小さい面積ですけどね、そこにも貼っていきます。あと問題はですね、この横面、側面ですかね。これがですね、まあ、真ん中から開くわけですよ、パカッとね。ですんで、一回こう和紙をベタッと貼ってしまって、で、貼った後に切れ目を入れて開けようかなと。で、出っ張ってるところは和紙に切れ目を入れて、かわしていきます。で、筆で押さえてなじませていきます。で、そしてですね、もうボンドが完全に乾いてから、カチカチになってから余分なところを切っていきます。で、このパカッと開くところですが、うまいこと切れ目を入れてですね、このようにちゃんと開閉するようになりました。というわけで完成したのがこんな感じ。どうでしょうか。いい感じにこのボディの色が透けてですね、この和紙のこの繊維の感じっていうのがちょっと浮き出る感じにできたんで、これはこれでね、いい感じになったなと。そしてですね、一応錆び出た中もですね、綺麗にしてちゃんと使えるようにしてみました。まあ、使わないんですけどね。はい、というわけでいかがだったでしょうか。こうして順を追って見ていきますと、なんか表面のね、メタル仕上げのやつが良かったんじゃないかなとは思いますね。ちょっとね。いやいや、和紙張りを気に入ってるんで、いいのはいいんですけどね。まあまあ、結果的にはこう、3段階に遊べて楽しかったなというような感じですね。で、そしてこうやって並べてみますと、なんかこう、前回はザクのバリエーションみたいやなっていう感じだったんですけど、なんか今回はガンダムの試作段階のバリエーションみたいやなと。ね、黒いやつはプロトタイプ。表面のやつは試作3号機。で、こう、エイジングのやつはリアルタイプガンダム。ね、そして最後の和紙張りは試作1号機と言われる、あれなんていうのかな。ロールアウトモデルっていう風に言われてるやつですね。そっくりやなとかって思っちゃいますよね。まあまあそれはいいんですけどもね。これはこれでもうこれでいいかなと。まあおそらくこっから先というとですね、これをさらに改造してデジカメにしてしまうとかあるんですよね。一応ですね、古いフィルムカメラにですね、後付けのユニットでデジタル撮影できるようにするね、ユニットっていうのが、まああるのはあるんですよ。あるんですけども、まあまあ、古いデジカメをね、中に内蔵してしまうっていうのもあるんですけど、それはまあちょっといいかなと。というわけで、除湿剤と防腐剤を入れて、ジップロックに入れて収納することにいたしました。いや、僕あんまり飾ったりしないっていうのもあるんですけども、そもそもね、もう飾るとこないんですよ。物だらけで。というわけで、ジップロックに入れて、丁寧に収納することにいたしました。というわけで今回は100年前のカメラをカスタムして和縛りにするという回でした。次回はですね、メインの遊び、レンズの方を現在のデジタルカメラ、ソニーの α7IV で動画を撮影できるようにしていくんですけども、これがまた大変。いや、ちょっとね、いらんことしたなと。いらんことしたなーっていう感じなんですよね。まあまあ、それはそれで楽しみにしていただけたらと思います。それじゃあまた。